マスローチング世界最速で痩せる神ダイエット、3、2、1、ゴー。はい、最初は癒しのポーズからです。癒しのポーズ、癒されます。初っ端から癒しのポーズです。癒されます。まあ、腰痛の人とかはこういうポーズ取ってもらうと楽になると思います、うん、最初からすごいゆっくりです。寝てるだけ。はい、次です。ゆっくりと、お尻を上げていきます。ゆっくりと、それも早くなくていいですもんね、うん、結構ゆっくりでお尻を入れ込む感じで、うん、私これで結構上がりましたね、お尻。あ、これいいよね、うん、トレーニング結構これで良かった。そしたら次は体の、はい、これは結構やりやすいですよね、うん、腹筋が弱い人でもやりやすい運動です、うん、前の動画にもこれ確か入ってましたね、うん、私も、うん、そしたら次はかかとの、うん、こうほぐしてください。ほぐします。これ結構気持ちいいですよ。お尻。なんか手でマッサージするのもそうですけど、結構こういう叩く系、うん、効きます、絶対。そしたら次これです。そうそうそう、結構足がね、まっすぐ伸ばせない人も多いと思いますが、別に足まっすぐ伸ばす必要ないので、膝を曲げたままで大丈夫です。そうです。次は足下に。で、膝に足をかける、うん、取れた、うん、お尻の筋肉を伸ばします。また寝たまま気持ちいいだけのやつがね、一番続くよね、うん、そうですね、もう寝かせながら、子供とか寝かせながらできますよ。逆です。結構、うん、なんか私、前もこう寝かせながら筋トレとかやってたんですけど、うんうん、最近こう寝たままこう簡単に伸ばす系、うん、やりだしたら、いろんな種目いっぱいできるし、あ、結構子供寝るまでに足めっちゃスッキリしてるんですよ。そう、意外とできる。はい、反対に行こうかな。反対で引きつけていきます。もう抱えてもいいです。はい、さらにお尻をじっくり伸ばしていきます。はい、はい、息吐いた方がやっぱ近づけますよ、結構伸ばせる、うん、リラックスして呼吸しながら行いましょう。逆です。これラストで開けます。あと1個あるから、あと1個はあの膝を90度に曲げて地面につけたまま左右にパタパタ倒すやつにしようか。あ、はい、30秒ってすっごいあっという間。あっという間。
それですね。そうです、うん、まあ、ウエストもね、しっかりとこうねじってあげるストレッチっていうのはすごく大事です、うん、そうですね。30秒でやると5分でこんなできるんだって思いますよね、うん、ほんまあっという間やし、あっという間、何の苦にもならない、うん、ね、タイムトリッピー。